ここでは、学校生活管理指導表の学校生活上の留意点について解説します。まず、学校で食物アレルギー対応を考える場合の留意点です。1つ目は、安全を第一に考えた給食提供を行うことです。給食提供の具体的な方法については、ここでは省略しますが、 きめ細やかな対応、個別に配慮した対応は、対応の複雑化につながり、誤食のリスクが高まります。関係するすべての教職員が理解し、実践できる単純な方法が安全を高めます。弁当にしておけば安心と思っている先生もいるかもしれませんが、弁当でも誤食は起こります。例えば、家族が 原因食材が使われていることを見過ごしていたという場合です2つ目は食物アレルギーが学校で初発することも珍しくないということです食物依存性運動誘発アナフィラキシーや航空アレルギー症候群は学校で初発する可能性が高いと言われていますこのことは 学校給食における食物アレルギーの発症を100%防ぐことはできないということでもあります3つ目は食物アレルギーは給食現場だけあるいは教室内だけで起こるとは限らないということです給食のほか工作や調理実習の時間も要注意ですまた 食物依存性運動誘発アナフィラキシーは運動が引き金になりますので運動場や体育館で起きることも多いといえますでは実際の学校生活管理指導表を見てみましょう。学校生活上の気をつけるべき場面として給食食物食材を扱う授業活動運動 宿泊を伴う校外活動などが挙げられていますこれらについては次のスライドで説明しますがはじめに選択肢を見てください管理不要と保護者と相談し決定の2つです学校で対策を立てる必要があるのは2に丸がついているときだけです1に丸がついている場合は保護者からの要望など 追加の対応を行う必要はありませんまた2の場合も対応はガイドライン学校生活管理指導表に沿った範囲にとどめ原則として保護者からの要望のみによる対応は行いませんでは個別に見ていきます。まずはは A 給給食食です学校給食は 児童生徒が食の大切さ、食事の楽しさを理解するための教材としての役割も担っています。このことは、食物アレルギーのある児童生徒にとっても変わりはありません。食物アレルギーの児童生徒も、給食を楽しめることを目指すことが重要ですが、安全第一が基本です。各学校、調理場の能力や環境に応じて、 食物アレルギーの児童・生徒の視点に立ち安全性を最優先してアレルギー対応給食を提供することを目指してくださいポイントに示しましたが現場の物理的人的体制も勘案すれば児童・生徒家族の要望を全て満たせないこともありますこのことを学校教育委員会がしっかりと認識し児童・生徒家族にも 十分に説明し、理解してもらう必要があります。あくまで、最終的な方法、方針は、学校が決定するということを忘れないでください。次に、B、食物・食材を扱う授業・活動です。ここで示されるのは、微量の摂取・接触により、 症状が誘発される児童生徒であるかどうかということです食物アレルギーはごく少量の食物の摂取でも症状が誘発される場合がありますまた同時に小麦などの粉や原因食物を茹でる時の湯気を吸入したり皮膚についたりすることで症状を誘発する場合もありますこのようなリスクがあると考えられる場合には 保護者と十分に相談して対応を決定しましょう。次に、C、運動に関連したアレルギーについてです。運動に配慮が必要と考えられるのは、運動誘発アナフィラキシーと、食物依存性運動誘発アナフィラキシーである場合です。よく似た病名で、 いいずれも運動中に生じるアナフィラキシーという共通点がありますしかし運動誘発アナフィラキシーは運動が単独の原因で生じるアナフィラキシーであるのに対して食物依存性運動誘発アナフィラキシーはある特定の食物を摂取した後に運動した時すなわち食物と運動という 2つの原因が重なって初めて症状が誘発されるという違いがあります。注意すべきは、最初にも触れたように、これらの疾患が学校で初めて発症することも珍しくないということです。すでに診断がついている場合はここに記載されるはずですが、何らかのアレルギー疾患を有する児童生徒で、記載がない場合であっても、 注意が必要であることと認識してください次に D 宿泊を伴う公害活動を見てみましょうまず一般的に公害活動などでは日常に比べ食物アレルギーの症状誘発が起きやすい状況にあるといえますしたがって日常の取り組みに注意して対策を立てる必要があります 対策の柱は、食事の配慮と緊急時の受診先の確認・確保です。まず、食事の配慮ですが、事前に宿泊先と連絡を取り、その児童生徒の重症度に合わせた最大限の配慮を依頼・調整することが重要です。この調整や確認には、保護者を交えて十分に情報を交換し、対応を検討しましょう。 話し合いを始める前に宿泊先の食物アレルギー受け入れ実績を確認すると良いでしょう。対応に慣れていない宿泊先では思わぬ事故が発生する傾向があります。また宿泊を伴う校外学習の方法も多様化しています。子どもと教職員は別の場所で食事をとる場合があります。滞在先への十分な情報提供と。 実際の対応策の確認とともに緊急時の体制や連絡体制をしっかりと確認しておきましょう二つ目は緊急時の体制の確立です緊急時を想定した場合最も重要なことは搬送する医療機関を確保しておくことです救急受診が可能な医療機関の情報は 旅先先の消防署や宿泊先に相談すればよいでしょう。また主治医に紹介してもらったり一般社団法人日本アレルギー学会のホームページなどで探すことも可能ですなおエピペンを飛行機に持ち込む場合には事前に旅行代理店に相談してください最後に「E」「その他」についてです ここに記載されるべき内容の例を示しています。例えば、はじめの例文にあるように、医師がエピペンの2本以上の形態が望ましいと判断し、処方される場合には、ここに記載されます。また、2つ目のように、学校生活上の注意点について、詳しく記載されることもあります。もちろん、家では部分的に食べていたとしても、学校給食では、 完全除去対応が基本ですこの欄に関して注意すべきは主治医がこの欄に給食提供に関する細かな指示を記載していることですこの場合も詳細な個別対応はリスク管理の観点から困難であり給食対応の最終的な決定は学校が行うことを伝えてください学校からの説明で保護者の納得が得られない場合は 主治医学校医等あるいは教育委員会に説明してもらうことも一つの方法です。